はい、お願いします。はい、これ先ほど整理券いただきました。袋どうしましょう。はい、あ、袋いらないです、大丈夫、あります。はい、はい、こんにちは、アスカ TV のアスカです。いつもご視聴ありがとうございます。今日実はですね、西日本の姫路駅までやってまいりました。というのも、ここ姫路駅の名物駅弁を手掛けているまねき食品という、駅そばでも有名な会社さんですが、こちらが我が横浜の誇るあの駅弁、崎陽軒のシウマイ弁当とコラボレーションしたちょっと変わった駅弁をこの11月26日から発売し始めましたので、そちらを体験すべく遠路はるばるやってまいりました。では早速ご紹介いたします。まずはでは、おなじみの、おさらいではないですけど、崎陽軒のシウマイ弁当からご紹介しますと、こちらのパッケージですね、おなじみの黄色い箱に地球儀のような青い、横浜の名所が並んでますが、そこにこちらの上り竜ですね、このパッケージまずよく覚えてください。はい、そして今回まねき食品さんが販売しているのが関西シューマイお弁当というタイトルになってまして、それがこちらです。はい、色こそ違いますけれど非常にデザインがよく似てまして、上り竜の代わりに虎が描かれてます。おそらく阪神タイガースのイメージだと思うんですが、それでここの地球のようになっている名所もですね、よく見ると京都の大文字焼きですとか、奈良のお寺ですとか、ここには大阪の太陽の塔もありますね。で、明石海峡大橋、そして姫路といえばの姫路城、これらが関西の名所が描かれています。では2つ見比べてみましょう。はい、分かりいただけますでしょうか。デザインが非常によく似ているのがお分かりいただけると思います。こちらにもちゃんとまねき食品と崎陽軒のコラボレーションであることが書かれております。では改めましてじっくり見ていきます。こちらがまずおなじみの横浜崎陽軒のシウマイお弁当です。そしてこちらが今回話題になりましたまねき食品が販売している関西シウマイお弁当。このシウマイの文字の部分、この字体もしっかり、この特にシの点々のところですとか、お弁当の文字なんかもしっかりと本家本元を再現してあります。それでは中身をご紹介していきます。まずはではこちらの関西シウマイ弁当からご覧いただきましょう。お、本家同様経木の箱になってまして、お手元、これはまねきさんのレスが入ってますね。それでは経木の蓋を開けていきます。おー、はい、皆さんどうぞご覧ください。俵型のご飯に梅干しは青梅、青梅ではなくて赤い梅ですね。それとシューマイが5個に、豆が2つ大きいのが入ってますね。それと唐揚げにマスタード、崎陽軒のものとはやはり違うものがついてまして、崎陽軒のシューマイ弁当のおかずをよく煮た関西ならではの食材で作られています。そしてご飯も黒ごまではなくて白ごまですね。では本家と見比べてみます。よいしょ。さあ、こちらね、おなじみの崎陽軒のものですね。よいしょ。はい、さあ、崎陽軒のものは黒ごまに、梅は青い青梅の小梅ですね。ご飯とおかずの割合がちょっと違いますね。どちらかというと関西版の方がおかずが若干大きいんですね。はい、唐揚げの感じも関西版ですとちょっとスパイシーそうな見た目になっていますね。
中の漬物も変わっています。では関西版こちらからいただきます。マスタードをつけていきます。ちょっと量が多いかな。魚のお醤油が、この魚のやつ懐かしい。一般的なお弁当によく入ってますよね。よし、はい、このように。ではまずシュウマイからいただきます。今回のこの招き食品の関西のシュウマイお弁当ですが、シュウマイに関しては少し関西風な味付けで崎陽軒さんが作って納入しているそうです。俵型のご飯みたいです。やっぱりこの郷里の入れ物だとご飯のもちもち感が違いますね。卵焼きがですね、柔らかいんですよ。だし巻き卵なんですね。そしてかまぼこ少し分かりますか。切り方に特徴があって模様がついてます。おお。でここでいつもの崎陽軒のもいただきます。ちょっともったいないんで、からしは先ほどのこれを使います。お醤油はこちらいつものちっちゃいやつですね。はい、こちらが元祖崎陽軒のシウマイ弁当です。こちらもまずシウマイからいただきます。食べ比べると元祖のシウマイ弁当のシウマイの方がお肉の味がやっぱり濃いめな感じします。すごく豚肉の旨味がしっかり感じられます。やっぱり関西向けに味付けが出汁をメインにあっさりとしてあるようですね。ちょっとこの元祖のシウマイ弁当の方が実は昨日買ってるので、ちょっとご飯が固くなってきてます。では先ほどと関西版と同じように卵焼きですね。こうやって同時に食べ比べていくと違いがよくわかります。で、かまぼこ、オリジナルのかまぼこに比べて関西版は割と歯ごたえがプルンとした感じですね。そして唐揚げですね。お、衣は薄味なので鶏肉の出汁が効いた感じがよくわかります。ちょっと口の中にセットして、では今度は関西版の方の唐揚げ、関西版の方は唐揚げがどちらかというと竜田揚げっぽい感じですね。あ、でもこれも美味しい。ご飯のごまも
黒ごまよりも白ごまの方がやっぱり味としてはごまの主張が抑えられてる、全体的なバランスが非常にいいと思います。さあシューマイをもう一個いきます。あーとっとっとっと、こうやって東西でコラボレーションして作り分けっていうのも面白いですね。では続いて元祖で主役を奪うぐらいの人気のタケノコの角煮です。こっちはタケノコを角切りにして割と甘い感じに味付けで煮込んであります。はい、ではもう一方の関西版をご紹介していくと、ちょっと見えるかな、はい、あ、見えにくいですかね、これですね、はい、このように細切りに、まるであの見た目フライドポテトっぽいですけど細切りにしてあります。うん、あ、うんうんうん、茎の部分細切りにしてあるので、あのまずシャキシャキ感が感じられて、なんだろうな、こっちはそんなに砂糖を効かせてるんではなくて薄口醤油のような味わいが際立ちます。うん、でもこれすごいご飯食べたくなる味ですけど、と漬物もこれですね。それとこちらレンコン漬けですね。レンコン甘酢漬けですね。おお、うん、まあ姫路駅の新幹線ホームの待合室なんですが、この接近チャイムは懐かしのゼロ系新幹線でよくかかってたチャイムですね。いやもうちょっと聞いてるだけで嬉しくなります。うん、では次お魚いきましょう。はい、関西シューマイ弁当はこちらがサバの油あん焼きですね。サバの独特の模様もはっきり現れてます。うん、全体的にやっぱりこう優しい味付けって言っていいんだろうか、はんなりした感じですよね。あ、でもこのサバ美味しい。うん、さあさあ、では関西版のタケノコがラストです。うん、あ、うん、なんとも言えないこの塩とだし、うん、関西だなって思う。やっぱりそうそう、忘れちゃいけないオリジナルのマグロいただきます。うん、ちょっとね時間経っちゃったから少し冷めて固め、ちょっと硬いけど、でも、うん、このツナの独特の旨味、ご飯に本当合いますね。
ここ実は待合所っていう感じで部屋ではないんですよね。コンコースというかホーム下の広いところなので、今日風が強いので若干本当に言うと寒いんです。天気はね、雨降ったり晴れたりで半々ぐらい。まあ姫路城を観光している間は晴れてくれたんで良かったんですが、ずっと風が強かったんで寒くて寒くて、本当は姫路城が見える外でお送りしたかったんですけども、あまりの寒さに断念しました。さて終盤です。もうあとシューマイもそれぞれ3つずつになりました。いっちゃいましょう、関西版のシューマイ3つ一気にいっちゃいました。さあ元祖もあと3つです。シューマイラストです、関西のシューマイお弁当も残るはこれだけ。花豆煮ですね、これは元祖版でいうところのあんずの代わりの甘味ですね、おでも思ったほど甘ったるくなくて、おせちでいう黒豆みたいな感じですよね、というわけで関西版完食いたしました。そして締めはやっぱりオリジナルのあんずをラストにいただきます。これで元祖版も完食いたしました。ごちそうさまでした。関西シューマイ弁当は好評につき1日200個限定に増産されました。お近くにお越しの際試されてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。